はい、こんにちは。今日はここの茶の間なんですけども、ここの床下ちょっと潜ってみたいと思います。なんかこういう風に茶色くなってるの何なんだろうね。なんかどんどん変色してきてますね。まあわかんないですけど、はい、もう一枚外さないと入れなさそうです。ちょっとあそこ無理だったんで、こっち今日は床下入っていきたいと思います。はい、痛い。自転車用の懐中電灯とライトでいきます。かがめない。枝が両方あってかがめない気がする。ちょっと一回こっちで足を入れてからかな。はい、入れました。こっちが今ここなんですけども、ここの下割とちゃんとやっぱフローリングしてるだけあってちゃんと作ってますね。なんかちょっと怪しいよ。ちょっと浮いてる。まあいいか。ちゃんとここの部屋はやっぱり下に防湿シートも貼ってあって、なんか発泡スチロールも貼ってあってちゃんとしてますね。ただこういうふうになんか養生テープで留めてないですね。ただ敷いてあるだけです。こっちの部屋に関しては、まあ多分シロアリにこの大引き食べられちゃってんですけど、でもちゃんと使い床もあるし、ここだけですね、ここだけちょっと食われてる感じなので、ここだけ付け足してやれば床の歪みはなんとかなるんじゃないかなと。ダメだ、ちょっとこの狭さいけそうにないっす、怖くて。